はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラオンズでございます。今日はですね、ガラスにコーティングしたじゃないですか。先日っていうか、一応ね、約60日ぐらい前に、ガラスにコーティングをしたんですよ。そのコーティングがこちらね、CCI のスマートビューというやつでございます。最近ですね、ホームセンターによく売られてる、この CCI のこのコーティングをしました。で、その時にちゃんと油膜取りね、黄色瓶を塗って、きれいに全部落としてから塗って、約60日経って、で、その60日のうちの、約10日間雨が降りました。これはスマートビューとスマホが混じって、スマホのメモ機能で雨が降った日を全部一応、チェックしてます。チェックというか1日ずつプラス足してね、10日です。だから6日に1回は雨が降ってたという計算ですね。はい。それで、今回、じゃあ60日経って、実際、どれぐらいこのコーティングが落ちたのかというのをね、ちょっと見てみたいと思います。これがね、ちょっと、どうなのかなっていう。雨降った日にね、乗ったり乗らなかったりなんで、正直ね、あんまわかんないです。で、ガラスをたまに拭く程度で、洗車をね、2ヶ月のうちに3回しました。3回ね。3回、全部手洗いで3回洗車して、いるので、まあ、この他の、これの上からコーティングを塗ってるってことはないです。はい。洗剤でむしろ落ちてるぐらいな感じですので、まあ、一応これね、効果としては、あれ、書いてねえな。確か1ヶ月から2ヶ月ぐらいじゃなかったかな。で、そのもう最大にマックス2ヶ月経って、実際どうなったのかという、検証でございます。今ですね、現状でね、分かりづらいと思うんですけど、すごいね、砂ぼこりがほら、わかるかな？こうやったら。ね。すごい砂ぼこり乗ってます。黄砂なのか PM2.5 なのか、正直わかんないですけど、もう、洗車して2、3日してもこういう状態かな。うん。乗らなくてもね。乗らなくてもすぐこんな状態になります。はい。ってことで、今日用意したのはこのスプレーね。100均のスプレーでございますと。はい。とりあえず、バーっと拭いて、何をするかというと、まずこう汚れを落とそうか。まず汚れを落とすか。多分水が流れないだろ、あんまり。まず汚れを落とさないとわかんないな。これね、今こうやって拭いてる限り、すごいザラっていってるね。これですからね、3日ぐらいでこれですよ。ただね、このスマートビュー全然効いてる感じなんだよね。ちょっとね、こう、弾いてるのわかるかな？これ、霧吹きが弱すぎだな。まあ今、ちょっと反射で見づらいかもしれないけど、まあ濡れてる状態ね。弾いてるの弾いてるでしょ。こっからさ、こう拭くとわかるけど、まあ一応ほら、こうやって、コーティングがまださ、かかってるのわかるよね。うん。まあ、弾いてるなーっていう感じ。うん、まあ、そうだね。うん。まあ、効果は、やっぱ薄いね。薄い。あ、迫力が。うん。ほら、でも、まあ、でもほら、弾いてるよね。全然。効果はね、ちゃんとまだね、持続してる感じです。ただまあこのレベルだと、もう50キロ、60キロじゃもう水飛ばないかなーっていう感じもあるよね。俺思ったより効果長いね。ガラコだったら絶対綺麗だったもんな。スマートビューの方がまだ全然、なんか長持ち。ただね、ここはめっちゃ弾いてんだけど、こっちが薄いね。やっぱワイパーが当たる部分薄いかな。はい。ある程度まあ水かけましたけど、この辺はワイパーがね、触らない部分ね、一番端っこなんでね。多分水の最初のこう弾きはいいよね、この辺の。ただこの辺ね、この辺ももちろんワイパーが当たる分だけど、こう水玉の丸のあれが全然違うんだよね。ちょっとわかるかな？この辺はね、綺麗なこう丸で弾いてるなって感じがあるんだけど、こっちらちょっとね、楕円形になってるっていうか、うん、ちょっとね、この辺とか全然全然まではないけど、なんか、こう、カメラ伝わるかな？わかんないけど。やっぱね、落ちたなーって感じがすごいありますね。ただでも、2ヶ月経っても全然まだ弾いてるのは弾いてる。で、効果の方ではやっぱ高いのかなと思います。水道が欲しいよね。家でやっても結局水道がないんだよね、外に。やっぱこの流れ方が真ん中緩いね。この辺と、この辺はワイパー触らないでね。やっぱスパーンってなんか水が切れていく感じがあるけど、なんかこの辺はなんかダラッと残りやすいみたいな、そういう感じだね。まあ、流れるのは流れるけどね。はい。ちょっとね、水道水をそのままちょっとかけてみましょう。わかりやすくね。わかりやすくのために。どうすか。こう見たら、2ヶ月丸々経ったと思えないぐらい正直ね、水弾いてます。もうちょっとこれでいきましょうか。おやく巻きましたね。やっぱね、こう水玉の感じは、やっぱ弾きはかなり緩くなったなと。でも弾いてないわけじゃないから、やっぱこう、なんだろう、ワイパーでスパーンとね、水切れるよね、これ。これだったらスパッて切れるはず。ちょっと動かしてみようか。はい。じゃあちょっとワイパー動かしてみます。まあ、やっぱコーティングは効いてるっていう感じはありますね。一応ね。ということで、今回ですね、このスマートビューをコーティングして、約60日ぐらい、そして雨が10日、そして洗車が3回しても、まだね、コーティングが残ってました。うん、想像以上に残ってたね。前まで使ってたガラコとか、マジでもう1ヶ月かからないぐらいで今のよりコーティングはもっと落ちてたんですよ。それが、まだまだ持ってるってことは、やっぱ、最近のこういう、なんだろう、こうガラスコーティングのやつって、やっぱこう考えられてるなと思います。で、これってね、他にもまあ、いろいろね、CCI だけじゃなくて、他にもね、いろんなメーカーがあって、以前ね、これをコーティングした時にコメントで、クリーンビューだったかな。クリーンビューのなんとかってやつ、名前忘れちゃったな。なんか、Amazon でもね、すげえ評価が良かった。なんだったかな。なんかね、普通このガラスコーティング剤っていうのはシリコン系なんですよ。1ヶ月から2ヶ月っていうのはほぼほぼシリコン系なんですよ。で、もう一つのやつがフッ素系。これはメリットデメリット的に言うと、シリコン系は撥水力がすごい強い。これね、まさにこれなんだけど、撥水力がすごい強いんだけど、その期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいっていうのはこのシリコン系なんですよ。そしてこれともう一個あるのが、だいたいね、なんだろう、期間というか、効果時間としては、半年から1年とか書かれてるやつは、大体、フッ素系なんですよ。これが、1ヶ月から2ヶ月ぐらいに対して、フッ素系は半年から1年持つとなってます。まあ実際は半年はないぐらいだと思うんですけど、なんだろう。やっぱね、フッ素の方がすごい長持ちする。ただ、デメリット的には撥水力がやっぱシリコン系に対してどうしてもちょっと落ちてしまう。そこがデメリットですかね。まあその、どっちを選ぶかはね、もちろん自由なんですけども、やっぱり、なんだろう、自分のね、好みに合った方を選ぶといいと思います。値段的にはあんま変わんないんでね。いや、変わるか。フッ素系のがちょっと高いのかな。はい。でも半年に1回とかだったら、まあ気軽にできるかなと。で、ちょっとね、次回なんですけども、ちょっとね、ガラスの、これね、ちょっと鱗があるんですよ、結構ね。あっち、とにかくあっちいわ。鱗がね、薄いんだけど、ここ見える？ほらほら。アップしたらわかるかな？これ。これね、ここまで。下ね。このカウルカバーからここの1センチぐらい。これね、鱗がね、あるんですよ。ピンと合う？ほら。これわかる？ほら。ずーっと今手前来て、角ね。ほら。鱗がね、これ完全に取れてない。だから、ここね、こっからこっち綺麗じゃないですか。内側がね。これがワイパー部分なんですよ。だからあんまり鱗ついてないんだけど、こっちがね、めっちゃあるんですよ。光の反射で全然映んない。の幅ぐらいずーっとあるのがね、わかると思います。そうですね、次回はこれをね、落としていこうかなと思いますね。はい。ということで、次回はね、ちょっと、鱗取りをね、あの辺頑張ってみようかなと思います。まあ、どれぐらいまでやるかわかんないけど、鱗取りのやつはもう買ってあるんですよ。新しくね。だからそれちょっと試してみて、あの辺がどれぐらい落ちるのかなというのが、ちょっと次回楽しみでございます。はい、ということで、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、あっち。今日20何度 ?7 度か6度か何度か暑いっす。